注意、曹操の動きはどうだ。はっ、曹操の軍はすでに長江河岸に迫っています。相手は兵力で勝ります。長江を越えられれば退けることは至難。ゆえに何としてもその手前で押しとどめる必要があります。この一戦はあくまで時間稼ぎ、敵を戦し対策を講じる時を得るためのものか。時間稼ぎであれやるしかあるまい。手をこまねいていては孫悟に明日はないからの。いやー、いきなりとんでもない状況だな。まあなんとかするか。こういう時のために俺たちがいるんだ。頼もしい限り、宿将の皆様の力頼みとさせてもらいましょう。なるほどな。おめえらの強大な敵ってのはあの曹操だったのか。面白え。喧嘩の相手としちゃとびきりの上物だ。血がたぎってきたぜ。みんな頼んだぞ。優先せよ。しかし死ぬな。必ず生きて私の元へ戻ってくるのだ。では参りましょう。孫悟、私たちの帰るべき場所を守るために。曹操に長江を越えさせてはならん。何としても奴の進行を食い止めるのだ。戦線を押し戻したいところですが、それには曹操を一度退けねばなりませんね。赤壁と医療にいる部隊を動かそう。急ぎ出撃命令を伝えねば。敵の目は河口側の進軍路に向いている。別口から攻めさせるぞ。などに遅れを取るとは。水上戦には不慣れみてえだな。足元がぐらついてるぜ。水上での弱さを思い知った。超援が足りなかったか。長江、その調子だ。
大したことなかったな。水の上じゃあんなもんか。うまくいって安心したわ。筋金入りですな。自分も見習う所存です。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。俺たちであそこを落とす。野郎ども気合い入れてくぜ。進むべき地は決まった。一心不乱に突き進め。敵の進路は想定通り。ここで迎撃します。俺たちであそこを落とす。野郎ども気合い入れてくぜ。止められないか。すみません、お願いします。筋金入りですな。自分も見習う所存です。Yep.
欲望される逸材よ。ならないのに無念です。
戦力ではこちらが優勢だったはず。ここに見落としがあったのか。これより彼の地に進軍する。逆愛よ、我が和田地をたどれ。どうにか勝ったが、その将軍は強えな。よし、私たちの勝ちね。さすが目立ってらっしゃる。目標は決まった。いざ進軍開始。この場所、私が制圧したわ。よし、直ちに守備配置につけ、戦闘に備えるのだ。できそうですぞ。
私たちの勝ちね。様が敗走、補給地点が敵に奪われました。補給を阻まれたとは、もう一筋縄ではいかぬようだな。デル、双剣軍、二方向から迫ってきています。双剣の強撃策にはまったか。まんまとしてやられたわ。
痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。よし、ここで防御体勢を取るのだ。もてなしの準備は整っている。ゆっくりしていくといい。ここに来る予感はしてたんだ。だから兵器をたくさん用意しといたぜ。手を試させてもらおうかな。まず備えが足りなかったと。仕方ない。潔く引くとしよう。敵将打ち取った。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。よし、直ちに守備配置につけ。来たる戦闘に備えるのだ。李曼生、またの名を勘が冴える男ってか。これほどやるとは、なんか嫌な予感がするぜ。この地ごお手数をおかけします。何と筋金入りですな。自分を見習う所存です。この兵器は工場にうってつけです。ぜひ運んでいきましょう。
しの手にかたじけない。それはありがとう。豪快な暴れっぷりっすね。
士孫将校、いざ出陣なんてね。ほう、消してやる。様は強いな。
呼吸執行。これはこれは。そのさすがは話の
撃の剣、承知した。この太子茂、敬服いたした。ご無礼なき。お手数を。肝心要の守りが手薄だ。ここは自分が役目を果たすぞ。輝いていらん。シャル、ご無礼ながらお手数をおかけ。ありがてえ。敵将撃ち取った。お見事。いやはやとても真似できませんな。
相談したいことがございまして、お受けいただけ。ここまで巻き返すのはね。なかなか厳しい状況だ。ならばこの芝中達にお任せを。我が力をお見せしましょう。この辺を守るのもお役目かな。これはまずい。何かいい手を考えないとな。こう焦っても良いことはないわ。敵将打ち取った。よし、私たちの勝ちね。この大使主義、敬服いたした。他の血を制す。
みんな、俺についてこい。赤の血を制す。みんな、俺についてこい。おのれしくじったか。すまん、猛毒。他の血を制す。みんな。俺についてこい。暴れっぷりっすね。出撃命令。その腕を。さすがは。うまくいって安心したわ。素晴らしい戦ぶりです。相談したいことが。お受けいただけるとは。ありがとうございます。実は折達返事で引き受けてくれるとは。頼りにさせてもらいますぜ。敵将打ち取った。実に見事な働きを。この太子市議敬服いたした。こんなのやってられっかってんだ。実は
立つ返事で敵将撃ち取った。さすが目立ってらっしゃる。邪魔はさせねえだよ。オイラが相手だぞ。兵器を運んでまいりました。早速仕掛けてやるとしましょう。筋金入りですな。
を見習う所存です。抗う者よ、だがわしの歩みを止めることはできぬぞ。どうにか曹操の進行を食い止めたか。だが奴はすぐに体勢を立て直そう。ええ、この後曹操とどう相対するか。孫悟にとって最善の道を探らねば。やったの、見事曹操軍を追い返してやったわい。大軍を要してこの結果とは、曹操も未熟な若輩者に過ぎぬか。戦勝、まずは頂上。このまま急ぎ曹操と対話すべきです。武林での戦に勝った今こそ講和の好機。こちらの条件も通しやすいでしょう。果たしてそううまくいきますかな、長将殿。だよな、曹操は天下を狙って大きく動いてるんだ。この程度の勝ち負けで講和まで考えるかね。ならばいかにして曹操の大軍を防ぐ。今や天下に曹操に対しうる者などおらん。我ら孫悟が単独で戦って勝てる相手ではないのだ。故にここは講和の一手しかあるまい。まず大きく条件を出し、少しずつ引けばよい。そのための好機が今だと申しておるのだ。殿、曹操軍の使者として曹丕殿が参られました。先の孫悟の戦ぶり見事だった。我が父曹孟徳も痛く感心したようだ。ついては孫権殿と狩りに興じたいそうだ。水軍80万を率いての狩りをな。は、80万。断ればどうなる。さほど結果は変わるまい。暴れる虎は狩られるだけのことだ。聞きましたか殿、とても曹操には太刀打ちできませんぞ。殿、俺は劉備に会ってきます。この状況変えうるのはあの男でありましょう。劉備、曹操に敗れ慶州を脱したと聞いたが。なぜか曹操は劉備を執拗に狙っています。奴にとって劉備は何らかの脅威なのでしょう。それが何か、劉備という男が何を持っているのか、劉備と会い確かめてきましょう。そこに曹操打倒の希望もあるやもしれません。わかった、劉備のことはロシクに任せる。曹操と戦ったとて勝てる見込みはないに等しい。それは長将の言葉の通りだが、戦わねば座して死を待つようなもの。父上、兄上、私はどうすれば。曹操軍と孫悟の戦力差は歴然だが、降伏したところで孫悟の明日はない。おそらく水上での戦の練度は孫悟が勝る。しかし相手は80万の水軍だ。濁流に飲まれるように打ち破られるだろう。教えてくれ孫策、この難局に私はどう立ち向かうべきか。